ジュリアン・ローズ・ベーカーはアメリカの歌手であり、マルチ・インストゥルメンタリストである。彼女の音楽は、スピリチュアリティ、依存症、精神疾患、人間性などの問題と向き合うものが多く、広く高い評価を受けている。ソロ活動に加えて、フィービー・ブリジャーズやルーシー・デカスラと共にボイジニアスのメンバーとしても知られている。ベーカーは、テネシー州。 ジャーマンタウンで1995年9月29日生まれ、その後、同州のバートレットで育った。ベーカーは父親のギターを使ってギター演奏を学んだ。その後、テネシー州アーリントンにあるアーリントン高校とミドルテネシー州立大学に通い、大学ではオーディオ工学と文学を専攻していたが、音楽活動に専念するため大学を離れた。 その後、学位取得のために2019年の秋に、キャンパスに戻っている。ベーカーは、深く個人的で告白的なソングライティングで広く、知られており、彼女の音楽は、インディーロック、インディーフォーク、オルタナティブ、エモなどのあらゆるミックスに分類される。2015年のデビュー作、スプレンドアンクルでは、彼女の声とギターのみをフィーチャーした、儚く、 優しいアレンジが施されており、ステージでは彼女一人でループペダルを活用したパフォーマンスを行うことが多い。2017年の Turn Out ライツ i t s ではオルガンや洞窟のようなサウンドのプロダクションに加えて時折バイオリンが加わり、彼女の正直な歌詞のスタイルを発展させている。ベーカーの作品には宗教的なテーマが盛り込まれており、 身体的なイメージが強調されていることが多い。希望、食材、愛、依存症、恥、自己嫌悪、神への直訴など、すべてのモチーフが彼女の作品の中で際立っている。二千二十一年にリリースされたリトルオブリビオンズでは、ベーカーはよりフルバンドのサウンドを試してみたいと考えていたが、これまでのスタイルに固執する自分の期待に限界を感じていたとコメントしている。 このアルバムには、ドラム、ベース、キーボード、マンドリーン、バンジョーが新たにフィーチャーされており、レコーディングではすべてベイカーが演奏している。2010年にベイカーは、ザ・スター・キラーズを共同で結成。このバンドは後に、ホレスターへと改名している。大学に入学した年から彼女は、作曲を開始、しばしば深夜まで、 大学の練習室で曲作りをしていた。彼女は友人のマイケル・ヘグナーと一緒にスプスバムスタジオで EP をレコーディング2014年冬にバンドキャンプでセルフリリースした。この EP は2015年10月に初のアルバムスプレンドアンクルとなった。ファーストアルバムスプレンドアンクルは多くの2015年のベスト楽曲リストでトップに立ち大きな成功を収めた。 これは、ザ・ニューヨーカーやザ・ニューヨーク・タイムズで特集が組まれる、きっかけとなった。2016年に、ニューヨークのラフトレードで演奏するベーカー2016年3月7日、ベーカーは、NPR ミュージックタイニーデスクコンセールに出演。そのセットの中で彼女は、新曲サットソング11に言及したが、これは後に、フューネラルパイアと解体され、 シングルとしてリリースされた。このシングルの B 面にはディスタントソーラーシステムズが収録されている。ベーカーは2016年12月1日にリリースされたパンクトークスの冬のコンピレーションジングルイエイに楽曲デコレーテッドローンズを寄せている。ベーカーはデスキャブ4キューティーコナーオーベスト12月主義者ベルセバスチャンパラモアフロントボトム マンチェスター・オーケストラなどのアーティストのオープニングアクトを務めてきた。2017年に彼女は、またドールレコードと契約、フューネラル・パイアとディスタント・ソーラー・システムズを収録した7インチシングルをリリースした。エンジニア兼プロデューサーのカルビン・ローバーが、テネシー州のアーデント・スタジオでレコーディングした LP ターン・アウト・ザ・ライツはアメリカのロックバンド。 セルオルーティノイズのメンバーであるキャメロン・ブーシェの協力を得て2017年10月27日にリリースされた。2017年10月28日、ベーカーはアメリカの朝の情報番組 CBS ディスモーニングに出演、全国放送デビューを果たし、2018年1月3日にはザ・レートショー・ウィズ・スティーブン・コルベアに出演、レートショーデビューを果たした。 2018年、ベーカーは以前に共にツアーを行ったフィービー・ブリジャーズ・ルーシー、ダカスと共にスーパーグループボイジニアスを結成。同グループは同年8月に3曲をリリースし、その後 EP のリリースとそれに伴うツアーを行うことを発表した。2018年10月26日にセルフタイトルの EP、ボイジニアスをリリースした。2019年、 ベーカーは2枚の7インチシングルを出した。6月に発売された1枚目には、レッドドアとカンバセーションピース。10月に発売された2枚目には、サブポップのシングルシリーズとして、東京とサッカーパンチという曲が収録された。4曲とも、彼女のこれまでの作品よりもややプロデュースされたサウンドで、非常に好意的に受け止められた。2020年、 ベーカーは、ボイジニアスのメンバーであるブリジャーズとダカスと一緒に、ヘイリー・ウィリアムズのデビューアルバム、ペタルズ・フォー・アーマーのリリースに先駆けて、ヘイリー・ウィリアムズの曲、ローゼーズ、ロータス、バイオレット、アイリスのバックグラウンドボーカルをレコーディングした。2020年10月21日、ベーカーは3枚目のスタジオアルバム、リトル・オブリビオンズを発表し、リードシングル、 フェイスヒーラーと詩人のハニフ・アブドゥラキブによるエッセイを添えた。リトル・オブ・リビオンズは2021年2月26日に発売され、追加シングル、ハードラインとフェーバーが先行してリリースされた。この作品は主に2019年の間に書かれたもので、ベーカーにとっては様々なツアー日程をキャンセルしなければならず、ソブライエティやメンタルヘルスに悩まされ、 最終的には学校に戻って、末で学位を取得するなど、困難で、形成的な年となった。1月には、ザ・レートショー・ウィズ・スティーブン・コルベールに出演し、フェイス・ヒーラーを披露した。ベーカーはレズビアンであり、体系化されたキリスト教との圧力を経験したことが、彼女の作品の多くに反映されている。彼女は、以前、自分を、キリスト教社会主義者と呼んでいたが、キャリアの初期に、 ソバーナクイアクリスチャンというレッテルを貼られ続けたことで、自分のアイデンティティの理解を損ない、人生の基礎となる多くの側面を疑問視し、見直すことになったと語っている。その後、彼女は信仰との関係が刻々と変化していることを、語り、もはや自分の信念に厳格なレッテルを貼ることに、興味はなく、自分が育った環境よりも二項対立的でない、世界観を取り入れようとしており、 そのことを自由と呼んでいる。彼女の音楽には中毒やソブライティについての率直な探求がしばしば登場し、薬物乱用や精神疾患の経験についても率直に語っている。ベーカーは文学に造形が深く、学校が大好きと語っている。文芸史にエッセイを寄稿したり、哲学、歴史、進学、さらには学問を続けたい。 教師になりたいという希望を楽しそうに語ることで知られている。インタビューでは、彼女の親切で遊び心のある性格と南部の礼儀、正しさは、彼女が音楽で追求するテーマの重さとは対照的であるとよく言われている。スタジオアルバムライブアルバムシングル EP コラボレーション。ありがとうございます。